いや、落ち着きてー。いや、もうさ、イラついたよね。エイムアシスト強化してる疑惑はうざすぎだろ。俺に文句あるやつは勝てません。努力量が次ね、努力量がどんだけ俺が練習してると思ってる。コントローラー3万5千時間ぐらいの、キーマン1万時間ぐらいやっとるわ。上に上がんのに、いや、バルキーやるじゃねえか。くそ、上にいんのが、シアとかだったらよかったな。まあ、そういうことです。ゲームは楽しむもん。それを忘れちゃいけねえ。根本的な部分をみんな忘れてる。うますげー。今はプラチナぐらいからプレマス帯ですね、もう。もはや。座れることがある。ダイヤはもう完璧に、もう、座れ放題。地獄です。コビー出てきちゃう、マジで。楽しくやりましょうよって。さ、ぶっちゃけエルスターシュンシュン、エイムアイスト、エイムアイストって何？エイムアシスト強めてるんじゃないかって疑ってる。疑うな。何それ？そんな方法あんの？このゲーム。なんか最近見てもワクワクしなかったってさ。何？練習してるとワクワクさせられないの？これ。このゲームって。やべえ。強くなりすぎて、次元を突破してしまった。何それ？何俺、エイムアシスト強くしてんの？俺。始まっちまったな。俺、エイムアシスト強くしてたんだ。知らんかった。知らんかったわ。エイムアイスといいな。新種来た、新種。それはもうチーターよ、そう。アシスト強化ってもうやってることチーターよ。あ、確かに怪しい。お前、もしかして、チート使ってんじゃねえか。練習すればするほど、エイムアシストと言われる世界。みんな、楽しもうな、ゲームは。まさかの俺強くしてたんだね。知らんかった。そういうね。痛い。ああ、最悪、もうヘッドショットから落とし、あっちのやつから、もう。何これ、何やってんのこれ。味方プレデター起動だから、あれだったけど、何が起こってるんだ。ありがとう。どうなってるんだ、これ。おはよう、ツイート、マジんだ、俺は。また、来た。もう、くそー！もう、最悪、三人青紫ヒルだって強すぎだろ。俺のプラスが一瞬にして消し飛んだ。そうだよ。その通りだよ。この前言ってたよ。めちゃくちゃその人はボロスに叩かれてたけど、うわ、パッドかよって言ってる動画あったんですけど、ただただ一直線の走ってるやつだった。いや、お前のせいじゃんってみんなに言われてたね。ああ、疲れた。また疲れてきた。ナイファーイ！ナイファーイです。もう、キノコタケノコ戦争はやだ。もう見たくない。なんか気分悪い。もう本当に見たくない。気持ち悪い。マジで。近寄るな、俺に。黙って見てりゃいいんだよ、マジで。疲れるわ。コラボしても、エイムアシスト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 。うるせえよってなる、マジで。マジ黙っててほしいわ。マジ近寄んじゃねえってなる、本当に。俺のこと好きな人だけ集まってりゃいいのって。お前誰だよ、気持ち悪いなって。うるせえってなる。本当に。こんばんは。昔自分をキルするやつほぼ全て知りたいわ、するント縁切ったなーって懐かしくなりました。そんなやついたの。怖えー。はぁーって感じだわ。アシスト、アシスト、アシスト、アシスト。パッド、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 パッド。有名人もパッド、パッド、パッド、パッド。もうエイペックスやめたらどうですかね。本当にね。そんなんで楽しいんですかね。本当にね。マジで俺が思いますけど。楽しいんですかね。マジで。マジで思うわ。楽しいんですかね、そんな風に来てて。ゲーム楽しいじゃなかったのかな。わざわざ見に来て、わざわざ文句言って逃げてくの、マジで気持ち悪くて仕方がないね。そう。だって俺、言われましたよ。あれ、エイムアシスト、あれ、強化してるんじゃないかって。何それ？初めて聞いたわ。確かに、練習っていうことはしてますよ。練習はしてますよ。キモい。本当に。気分が悪い。いいんだよ。俺は、ゲームしてるだけじゃん。近寄るなってなる。ねえ、難しいね、本当に。マジで。何のためにゲームやってんだろうね。いや、絶対充実してないですね、マジで。絶対充実してないよ。マジでさ、俺思うんだよ。近寄ってくんじゃねえって。まあ、俺が羨ましいんだろうな。その、なんだろう。まあ、良くないって言われてるデバイスを使ってさ、伸びててさ、ムカつくんだろうね。自分はなんで伸びないんだろうってなった時に、エルスターシュンシュンのせいだってなっちゃうんだろうね。なんでこんな奴が伸びてっていう、もう、嫉妬心なんだろうな。恐ろしい話だぜ。ねえ。そう、よく出るよね、本当に。練習すごいですね、じゃなくって、エイムアシスト強くしてるだろうっていう感想に至るのやばいよな。行かれてると思うわ。
こんばんは、こんばんは。そう、そうなんですよ。すべてデバイスのせいにするんですよ。負けたら。一番俺がさ、面白かったのは教えてあげようか。うわ、パッドかよ。え、俺聞きますよ。くそおもろいよな。恥ずかしすぎだろってなるよね。マジで、やだ。もう、近寄らないでほしい。全員、近寄ってこないでほしいよな。こんばんは、こんばんは、こんばんは、配信お疲れ様です。ちょっと今私ね、ちょっと切れてる。もうね、最近さ、そういうのが多くてさ、疲れちゃってさ、ねえ、ちょっと敵多すぎるわ。ちょっと敵多すぎるわ、俺。俺がかっこよすぎて。ごめんね。疲れるぜー。無敵ー。落ちたら毎日毎日配信してんだからよーって感じだよね。で笑う。そう、あのね、攻撃してダメ。攻撃するのは間違えてる。はーい、最強ー。えい、じじ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 。そう、攻撃するなって話よな。何かのせいにするのはいいけど、マジで、よくねえよ。なんか気持ち悪いし、こいつら見て。こいつら、ああいうコントローラー、キモくね。もう病気でしょ、ガチで。もう、キモい。病気。はい。この人たちは病気です。お、言います。病気です。おかしいです。マジで。マジで気持ち悪いです。もうね、ヘイトスピーチです、この人たちは。なんかあったっけ？他なんかいい。不適切なコンテンツは？違う。ドックって言ってきたよ。これ確か良くねえ意味だよ、これ。もう、やだ。ゲームって何？ゲームってなんだっけ？あれ？ゲームって楽しむもんじゃなかったの？おかしい。やだ、やだ。もう、早く終わらせたい。やだ、やだ。ごめんね。今日は俺、怒りシュンシュンだよ。お怒りシュンシュンだよ、マジで。ごめんね。やだ。そうだよね、そうだよね。悪口だよね、これ。知ってるよ、俺。楽しめねえの？マジで。マジで楽しめないの？なんでゲームを楽しめないんですか、みんな！本当だよ！みんなー！なんで楽しめないの？人間が、悪いんですか？うわー！あー！ムカつくわ。あー、ほんとだよ。ありがとうね。もう、ゲーム、コントローラーってゲームするためなんですけど、さまさま。あー、もう、頑張れ、味方、お前だったら勝てる。あー、もう、エイムアシスト、エイムアシスト、うるせえ、マジで。あー、うるせえなー。よし。あー、気持ち悪いな、マジで。マジで気持ち悪いな。で、おめえら、コントローラーでゲームしたことねえのかよ。バカかよ、マジで。マリオとかやったことないんですか？あなた、キーマウでマリオやってたんですか？どっちでもいいやんけ。お前、ダークソウル全員キーマウでやるよ、じゃあ。俺、キーマウでできるからな。別にあれ、コントローラー専用じゃねえからな、あのゲーム。あいつらマリオでスレフしてんの？やばすぎだろ。神じゃん。極端な話、あれだからね。誰か言ってましたよ。誰か言ってましたよ。そもそも、キーマンは FPS 専用だって言ったけど、お前どこの種族？マジで、俺は言う。近寄るな、俺に。マジでそういうやつは。頼む！本当に。近寄らないでくれ。ガチで。そう、俺両方使えるって言っとるやなって。マジ、パッドアンチ族だよな、本当に。そう、俺、あのね、俺何度も言ってる。近寄ってくるな。俺はアンチのおかげで伸びてんじゃないってずっと言ってる。アンチはいらんのよ。お前らじゃ俺のキーマンに勝てねえって。だって、俺練習してたから。キーマンも、俺、1万時間ぐらいやってますよ。大丈夫ですか？俺に文句あるやつは勝てません。努力量が違うね。努力量が、どんだけ俺が練習してると思ってる。コントローラー3万5千時間ぐらいの、キーマン1万時間ぐらいやっとるわ。舐めるな。マジで。なのにあいつら俺を攻撃してきやがって。近寄ってくんじゃねえ。気持ち悪いから。ほんとに。ほんとにキモい。わざわざさ、人をさ、攻撃する人でさ、ほんとに
気持ち悪い。なんかに同じ人間と思わないもん。でも人間じゃないあれ、マジで。いやー、味方多いじゃん。多分全員味方であってほしいけどね。味方じゃないと言ったら俺ブロックするよ。いるのか、もしかして。そんなやつが本当にエーペックスやってる人ってさ、どうかしてるってやつがいるよ本当に。なんか同じ人間として思えないんだよね、マジで。俺もそろそろそっちに移行するべきなのか。超強いけどな、言っとくけど俺全然戦いましたからね。やったことあるけど大丈夫、何も言えなくなりますけど、パーフェクト人間になっちゃいますよマジで。くそー、でも俺は楽しい方を選んでんだよ、ふざけがって。そう、パッ使って勝てるんだったら使えばいいじゃん。でもなんで使わないか知ってるんですよ。勝てねえからだからな、マジで。いや、落ち着きてー。いや、もうさ、イラついたよね。エイムアシスト強化してる疑惑はうざすぎだろ。何それ。ムカつくわー。俺さ、なぜかパッドから嫌われてんだよね、しかも。パッドからも嫌われてんだよな。意味がわかんなくね。何？もう近寄ってくんじゃねえよ。マジで。フォローありがとうございます。マジでね。なんでゲームでこんなイラつかないといけないんだ。本当に。何がエルスターシュンシュンは A マンシスト強化してると思ってる。キモすぎだろ。いや、まあ、全員俺のこと見てないんですけども、っていうね。見てないんですけども、マジでね、って感じ。バカしかおらん。本当に。本当にバカしかおらんね。どうしたんだ。まあでもわかる。プロとかもそうだけど、社会経験ないからな。そうなっちまう気持ちはわかるわ。社会経験ない人が力を持ってしまったらどうなるかってわかるわ。そういうことなんだよな、結局。ねえ。ほんとに。エイムアシスト強化ムカつくな。マジで。マジでエイムアシスト強化はムカつくな、なんか。意味がわかんなすぎてムカつくな。マジで犬の子の顔ずすぎる。初めて聞いたわ。何エイムアシスト強化って。初めて聞いた。そんなチートあるんですか。初めて聞いたわ。もうワンパンマン状態なんだけど、ガチで。ワンパンマンの埼玉と同じ状況になってるわ。もうさ、強すぎてさ、あまりにも。そう、あまりにも強すぎてさ。ねえ、そう、どん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 おかしくなってっちゃうんだろうね、マジで。言っちゃ悪いけど、言っちゃ悪いじゃないんだよ。俺に恋してくれるやつは全員そうだよ。ハボック使ってみ、当たらんから。マジで。当たらんから中距離。やってみってなる。マジでもう。いやでもね、俺もっと埼玉も切れてたからね。なんだかんだ言って。マジそういう状態なんだ、俺。埼玉ですら切れてたからね。あんなに強いけど。あいつもやっぱ人間だから、ちゃんと切れてたよ。飛ぶぞー。ああ、でもスッキリしました。相当ね。ねえ、そうなんですよね。頑張ってるんよね、みんな。マジで。みんな俺を貶めようとしてるん。なんでシュンシュンでそんなに言われんのってね、わかるん。伸び時だからっすよ、今。ちょうど。うん、ちょうど今なんですよ。だから、落とさないと落とさないとって頑張ってるんですよね。で、しかも、落とそうにも、なんか俺やったことないからさ。わかるかな？もう、そういうことなんだよね。どうにかして、何が何でも落とそうとしてるんですよね、俺を。そう、あまりにもクリーンすぎて、何もしたことないんだよ、俺、マジで。で、何もしたことないって言えちゃうんで、マジで。そう、誰かを蹴落とそうなんだよね。特に日本はそういうの多いよ。なんでこいつが伸びてんだ、殺さないとみたいな。シュンシュンさんのハボックとフラット見てると、チャレなくてよくねってくらい射程長い。長いんだよ。なぜなら俺がずっと練習してるから当たるようになったんだよ。マジ、ハボック使ってみ？みんな言ってるからね、ハボックは無理って。ハボック使えたら最強って。だけど使えないから使わないって。それを使えるようにしたのが俺だからな。いや、マジでそれと同じ。お前絶対薬やってるだろ、みたいな。やばいよ。やってることだよ。同じ？怖え。だってやばくない？なんでエルスターシュンシュンが、大会とか、ALGS とかに出ないかって、チートをバレないためだからって言ってるからね。何それ初めて聞いたわ。どういうことやね。シュンシュンさん、実績良くないの？もっと安い自信持っていいのよ。もう自信満々に気になります。くそー。もっと頑張ろう。もっともっと伸びて、こういう発言も、いろんな人に届いて、全員破壊できるようになろう。もっと頑張るわ、俺。そう、本当だよ、そう。本当だよ。絶対死んじゃえよ、マジで。
見てみ、かぼちゃなしで使える人いないからね、あんまりここまで綺麗に。そうなんですよ、配信しとるかな、やばいでしょ。そしたら俺常に人を騙してることになるよ。すごすぎでしょ。もう4年間ぐらい人騙してますけどもしそうだったら。まあでも本当にそういう通りなんでしょうね。どうにかして俺を落とそうとしてるんでしょうね、マジで。何が何でも落とそうとしてるんでしょうね。そう、怪しいって言われてる人はどれも配信してないからね。そう、本当に見にくいわ。あー、すまんな、気づい、あ、もう俺真っ白でごめんな、マジで。真っ白すぎてすまねえ。透明なんだよ、クリーンなんだよ。全部掘り返してみ、すべて俺がただいじめられてるだけだから。ストレッチ、体水分補給させていただきます。申し訳ねえが、申し訳ねえが、そういうことなんだ。で、しょうまるさんとかは別にいいけどね、ほぼチートって強いって意味で言ってくれてるからさ。メガネクイ、いや、ちょっと今回でもエイムアシスト強化でちょっと腹立ちましたね。ほんとだよ、ほっつ、あ、マジ？こいつ強っ！え、全ヘッショなんだけど。え、さっきのプレデターたち、俺にコントローラーって言ってるやつ一緒に回してる。え、こいつら、え、そういうことなんじゃね？ブースティングなんじゃね？こいつらルーキーだぞ、よく見たら。あ、待って、俺にコントローラーって言ったらカス、ブースティングかも。だからあんま強くなかったんだ。そういうことか。そう、俺今んところチーターに日本人死ねとか、めっちゃ言われてるんですよ、今んところ、今チーターに。そういうことだ。だから弱かったんだ。うわー、ホービングしてる。久しぶりにちゃんとしたやつ見た。ヒョウバラさんがシュンシュンさん、普通にそこら辺プロよりも強いって言ったら羨ましいんでしょうね。やりそう。ヒョウバラさんってファン多いからさ、その大好きなヒョウバラさんに褒められる俺がもうムカついて仕方ないかもしれん。やばい、やばい、カスだー、ちゃんと弱いんだ、そういうことか。お、シータが死んだ。あ、でも2300ダメージ。あれ、ちゃんとしてる？え？でもルーキーだぞ、ちゃんと。表記バグじゃなくって。おかしいぞ、こいつ。プレデターバッジも1個もつけてない。やっぱおかしいぞ、こいつ。違和感しかねえ。こいつもなかなかいい夢してやがる。うぜえ、なんか。なんてことだ、大根じゃないのか。まあでもこいつ人種差別してるからな。俺はもう人種差別っていう、ドックって言ってきやがったから。だから確か差別発言だよな、確かあれって。あれよくねえよな、確か。カスよ、確か。え、ちょっと待って、調べていい？生版みたい。今のうちに調べておこう。差別発言じゃなかったっけ？ただのカスでしょ、これ。ほんとだ、やっぱそうだ。やっぱ、ほんとだ、ゴリ、ダメって書いてある。ああ、本当に良くないやつだって、これ。ガチの、ゴリゴリの、マジで、良くないやつなんだって、これ。マジモンの差別だって。バンされた。うわあ、こいつらもバンしてほしいけど、くそー、こいつ完全差別発言してんのに。くそー、ねえ、ダメか、差別発言じゃチートじゃないからバンできないか。うーん、まあでも、あれだな。ヘイトスピーチでいけるかもしれん、ワンチャン。バンされねえか。人種差別ってバンされないの？ムカつくな、なんか。なんでお前はこんなに努力したのに、なんでお前は差別発言してしまったんだ。なんかもったいないよ。こんなに、こんなにも、いや、多分俺は努力したなと思う、彼らは。すごく。なぜ、なぜお前そこまで落ちてしまったんだ。なんでだよー。お前ら、どこから、どこでお前道間違えてしまったんだ、お前ら、マジで。謎だ。謎すぎる。おろ、ありがとうございます。なんでこんな頑張ってんのにもったいねえんだ。ほんとに。もう、みんな、踊ってこーい。なんか変な風になっちゃってるよー。